災害の危険性を事前に体験できるんです。おはようございます。本日は業務の前にね、お知らせしていた通り避難訓練を行います。非常事態はいつ来るか分かりませんから、緊張感を持ってやっていきましょう。絶対必要だよ。ではそろそろ時間なのでね、参りましょう。地震だ、地震だぞ、みんな頭を守れ。この時ね、慌てずに、2列になって階段から逃げましょう。はい、急いで急いで逃げろみんな。はい、 OK です。これでね、今年の避難訓練バッチリです。来年もね、よろしくお願いします。もしもし、 A じゃないかですか。ちゃんとした避難訓練をしないと意味がないと思います。その通りだ。ここから紹介するのは、突然襲ってきた災害時にどんなことが起こるのか、そして自分は何ができるのか、そんなことをリアルに体験できる VR です。避難訓練は普段できてもパニック状態でどういった思考になるのかはなってみないと分かりません。ということで、ここからは VR 体験キット、火災臨場体験 VR、 混乱のオフィス、詳しくお伝えしてまいります。いいね。能見防災株式会社の佐々木さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。火災臨場体験 VR 混乱のオフィスでは、オフィスビルでの火災、また大地震の恐怖と、それを目の当たりにした人々の混乱の様子をリアルに体験することができます。地震災害からの脱出をテーマにしました、ゲームソフト絶対絶命とシリーズを制作する株式会社グランゼーラさんと一緒に作ったことによって実現できました。すごい。災害の危険性や怖さを自分ごととして体験できるコンテンツになります。当社はですね、関東大震災の被害の要因となりました、火災に約100年にわたって対峙してまいりました。さまざまな火災実験のデータを蓄積しておりますので、その膨大なデータをもとにして煙や炎の色や動きを再現してまいりました。災害時のリアルな描写に加えまして、話をしたり動いたりする人を多数登場させることによってパニック状態を演出しています。防災意識を高めて正しい行動につなげるためには、やはり災害の危険性や怖さというものを認識する体験が必要になると考えています。 VR のコンテンツでは細部にこだわった5つのシーンが体験できるようになっています。ではパニック状態で自分はどんな思考になるのか、酒井くんお試しいただきたいと思います。見えてます。これ見えてる見えてる。こちらはオフィスの会議室です。捕まって、そこ捕まって、けたたましく鳴り響く火災報知機のベル。どう見出してください。しかし会議室内の人は誰も動こうとしない。なんでだよ。おい、このままで手を鳴ってるぞ。危険が迫る。みんなやばいよ酒井、これみんなやばいよ。これここからですね、会議室の煙が会議室の扉を開けると、すでに廊下は煙が充満。やばいやばい、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 やっぱり煙が上に行くから、みんなどうやって避難口を探せばいいのか。うわ、早く逃げない、逃げないと、すごい逃げないと、煙吸っちゃったら終わるよ。逃げよ、煙吸っちゃったら終わるよ、マジで。これすげえ、早く逃げて。はい、ということで、これにて終了と。おお、やばいよね。やばいっす、これやばいよね。リアルな世界にこうね飛び込んでやっぱり体験できるんで、恐怖が刻まれるじゃない。やっぱ訓練ってなんとなく訓練って感じなんだけど、こうやって恐怖が刻まれるのはすごくやっぱりね、大事、役に立つと思いますよ。火災以外ですと大地震が体験できるコンテンツもありますので、別のシーンを今度は平子くんに試してもらいます。お疲れ様です。あ、優しい優しい上司。あ、怖っ。声めっちゃ怖っ。オフィスを襲う大地震です。うわわわわ、でかいでかい、うわわ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 わ、暗い暗い、どうすんの。あ、停電か。ちょっと待って、ほらどうすんね、会社でこうなったら。揺れが収まりました。ほっとしたのも束の間です。避難して避難して。今度は火災の発生が知らされるという放送が流れました。え、こっからさらに1階で火災、ダブルパンチ、火災、え、怖、これは怖い。はい、終了でございます。ちょっと待って、すげえ、これすげえわ。パニックになるよね。でもあんな、なります、なります、怖いね。俺なんか寝る前の想像とかだと俺何でもできるんですよ、はい、実際行ったらダメだ。ダメなのだからこうやって VR で体験しとけばいいってことですよね。
昨今豪雨災害ですとか大規模な地震など災害がますます頻発化激甚化している状況にあります。本当そう。まあ、このような火災臨場体験 VR によって火災大地震の恐怖や人々の混乱の様子を体験していただくことで防災意識を高めていつ来るかわからない災害に備えていただければと思っています。はい、こちらの火災臨場体験 VR 混乱のオフィスについて導入方法プラン費用について詳しくはホームページをチェックしてください。 VR コンテンツ火災臨場体験 VR 混乱のオフィス以上となります。さあ柴田部長こちらいかがでしょうか。はい、火災臨場体験 VR 承認です。承認いただきます。